土井牧は、日本の政治家、自由民主党所属の元衆議院議員、愛知県刈谷市生まれ、愛知県立岡崎高等学校卒業。1984年、東京大学農学部農業経済学科卒業。東大在学中に、当時の公認会計士二次試験に合格し、卒業後に三次試験に合格、公認会計士登録を行った。 同年、新日本監査法人に入所。1988年、土井公認会計士事務所を開設。1990年、土井会計株式会社代表取締役に就任。2004年、株式会社フィナンシャルマネジメントシステムズ顧問に就任。2005年8月12日、自由民主党は、第44回衆議院議員総選挙の愛知11区に、 土意を擁立することを発表。同年9月11日の衆院選では民主党の古本慎一郎に敗れるも、重複立候補していた比例東海ブロックで復活し初当選した。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙に再び自民党公認で愛知11区から出馬したが、再び古本慎一郎に敗れ。 重複立候補していた比例東海ブロックでも復活も果たせず落選。ありがとうございます。